回はハンターハンターに登場するおしっこヒル博士ことシャルナーク流星について見ていきたいと思います。 A 級レベルの賞金首のみで構成された盗賊集団幻影旅団、通称クモの創設メンバーであるシャルナーク。圧倒的オラつき集団クモの高青年枠で、爽やかすぎる見た目と温和な性格からオラつき要素をほぼ感じさせません。旅団内での立ち位置は信長や羽毛銀のような戦闘員ではなく、コルトピやパクノダのような後方支援担当。しかし彼らのように特別な念能力を有しているわけではないため、情報を集めたり作戦を立てるなど参謀的な役割を果たしています。その知性は作中でもトップクラスで、グリードアイランドが現実世界だとすぐに気づき、島の位置を特定するなど常識にとらわれない考えも有しています。それゆえ団長クロロの不在時にはシャルナークが指示を出し、他の団員もそれに従っていることが多いです。オラつき癖集団の幻影旅団をまとめることができるのは、クロロの圧倒的なカリスマ性か、シャルナークの知性と人望くらいのものでしょう。またハンターライセンスを所持するプロハンターでもあるため、様々な情報を入手することが可能です。旅団の活動は情報の有無が命に直結しているため、早急に情報を得ることができるハンターライセンスは必須と言えます。しかし旅団でハンターライセンスを持っている人物は他にはおそらくいないため、かなり重要なポジションを担っています。といっても他の団員は試験官をぼこして失格になりそうなオラつき野郎ばかりなので、常識高青年のシャルナークがライセンスを取得するしかなかったのかもしれません。操作系能力者で念能力はブラックボイス。今や時代遅れになってしまった形の携帯電話で他者を自由自在に操ることができる能力。小さいアンテナを相手の体に刺すことが条件で、アンテナが抜けるか操る相手が絶命しない限り能力は解除されません。操作の精度はかなり高く、一見操られていることすらわからないレベルで操ることができます。しかしその精度の高さゆえに最大で2体までしか操ることができません。ゾルディック家の長兄イルミも似たような操作系能力者ですが、精度の高さはシャルナークの方が上でしょう。逆にイルミは精度を低くすることで同時に何十体も操ることができるため、同じ操作系といっても少し用途が違った能力なのです。そしてアンテナを自分に刺すことで自分自身を操ることも可能です。その際自動操作モードとなって、シャルナークの意識は完全になくなり、身体能力とオーラ量が格段に跳ね上がります。しかし使用後は2、3日筋肉痛でまともに動けなくなるほどのきつい反動があるため、これは奥の手のような扱いになっています。同じく操作系の能力を使用するレベルピトーも全力で戦う際はテレプ思考欄によって自分自身を操っていました。つまり操作系を極めた者の奥の手は俺自身が人形になることなのです。このようなありふれた操作系能力から、シャルナークは自身とついでに信長も旅団内では替えがきく人間だと位置づけています。実際記憶を読み取れるパクノダやコピー特化のコルトピ、さらには何でも吸い込んじゃう雫など特殊な念能力を持った団員が多い中だと、そう思うのも仕方ないのかもしれません。しかしシャルナークは戦闘員ではなく、あくまで参謀的な人物です。そのため能力よりもシャルナーク自身の頭脳や人間性がより重視されると考えられます。急に頭脳派になったフランクリンは細かい作戦を立てるタイプではなく、大雑把にまとめるような感じなので、やはりシャルナークの存在は大きいと思われます。つまり能力的には替えがききますが、シャルナーク自身は旅団に必要不可欠なのです。同じく信長さんも4メートルの円を使えるため旅団には必要なはずです。そんな頭脳派のシャルナークですが、ふとした甘さから命を落とすことになってしまいます。天空闘技場でクロロがヒソカと戦う際、自身の能力をクロロに貸しており、戦闘が終わった後も貸したままの状態でそこらをほっつき歩いていたため、ヒソカの強襲に遭い退場してしまいます。とは言ってもクロロに敗北したヒソカの死亡確認をしており、生き返るなど普通はありえないためしょうがないとは思いますが、タツを使えない状態でそこらをふらつくのはさすがに注意不足感が否めません。なぜかいつも肝心なところで爪が甘い、旅団の悪いところが出てしまったということです。
そしてその最後はマリオネットのような姿でブランコに飾られており、散々人を操作し続けたものが人形として絶命する様をヒソカが演出していました。この演出にはヒソカの奇術師としての皮肉がうかがえます。倒した後いちいちブランコの鎖を手に巻きつけるウキウキのヒソカからは可愛らしさを感じてしまいます。親愛なるクロールに喜んでほしかったヒソカの献身ぶりには驚かされますね。最大戦力のウボウギン、替えが利かないパクノダとコルトピ、さらに頭脳派のシャルナークまで失った幻影旅団。この先ヒソカとの戦闘やブラックホエール号の船内、そして暗黒大陸で勝ち残っていくことができるのでしょうか。